先生が心豊かに生きるヒントを提案するスピリチュアルトーク番組です。祭り大先生のお悩み相談室。皆さんこんにちは。本日より新しいコーナーが始まります。まちっこからたくさんお悩みをいただいていますので、恋愛経験が豊富な祭り大先生よりお悩みをズバッと解決していただきたいと思います。それでは祭り大先生のご登場です。くるわよ、くる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 。本日は迷える町っ子からお悩みがたくさん届いております。祭り大先生、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速こちらから、どうしたら彼氏ができますか？ああ、そういうやつね。自分のこと好きっていう人と付き合えばいい。なるほど。好きな人が先輩で話しかけにくいんですが、どうすればいいですか？恋愛に年は関係ない。なるほど。メイクするとき、どうすればいいと思う？この3本指でまつげを押さえて、下ら辺にアイシャドウを塗って可愛くなるから、それがポイント。なるほど、参考になりますね。あなたちゃんとメモっときなさい。はい、承知いたしました。承知いたしました。次行きなさい。はい、承知いたしました。すいません。申し訳ございません。好き嫌いがあって怒られるんですけど、どうすればいいか教えてください。好き嫌いがあったら、お母さんにも嫌いなものを食べさせればいいだけ。なるほど、わかりました。あんたちょっとメモっときなさいよ。ちゃんとメモっときな。わかりました。はい、こうやってお茶飲んでいいやつ。あ、そうもちろんです。KP する？じゃあ私たちも。いいんですか？私たちもじゃあ私のもちょうだいよ。わかってますよ。ありがとうございます。せーの、ありがとうございます。先生、KP っていう言葉使うんですね。びっくりしました。やめなさい。好きな男の子がいるんですけど、どうやって告白したらいいですか？恥ずかしかったら手紙で書いて、好きですって言って渡せればいいだけ。なるほど。だけど男の子に渡すのが難しかったら、机に置いといたらいい。なるほど。ありがとうございます。無性に食べたくなった時の対処法。なんで食べないの？食べればいいじゃん。いただきます。何を食べるの？いただきます。何を言ってるんだ、意味わかんないわ、この子たち。すみません。申し訳ございません。メイクしたいんですけど、親がダメというのは何でですか？名前はジュリです。なんでだろう。別にメイクしなくても可愛いからじゃない？私と一緒で。なんで笑ってんの？すっぴんでもこういう可愛いのよ、顔がね。そうですね、そうでございます。すみませんでした。あんたたちは分かる、メイクしてるんじゃないわよ。すみませんでした。まったく。クラスにイケメンがいない、祭り大先生ならどうする？学校探検してみて、そして好きな人がいたら、そして何年何組って覚えて、そして手紙を書いて、で好きでして渡す。なる。展開早いですね。早いですね。ね。はい。あんたたちもそうしなさい。僕参考にします。ありがとうございます。恋って何ですか？恋？魚。メモしてください、魚って。
りしなさいよ。ちょっと台本と違うんですけれども。ちょっと台本と違う。びっくりしております。魚バシって切れる予定でしたが。とてもびっくりしております。何がおかしいの？泣いてるよ。17歳差カップルってどう思う？私とバディさんが27歳差だからまだまだね。毎朝の準備がとても遅いんですけど、どうしたら治りますか？先に夜ご飯食べて、歯磨いて、お風呂入って、で、お風呂入って、で、明日の用意して、そして、寝て、そしたら、で、寝て、そしたら、毎朝6時くらいに起きる。聞いてた？聞いてますよ。もちろん聞いております。最初から最後まで言ってみて。何回お風呂と寝るんですか？一回です。寝て、ほんで寝て、何回言うんですか？言ってます。あ、ごめんなさい。好きな人がちょっと待って、もう一回。好きな人が大丈夫、大丈夫。ちょっと大丈夫、大丈夫。ちっちゃい言うて。いいわよ。好きな人がおならしました。一緒にすればいいのに。賛成でございます。賛成です。はい、お見事。好きな人に嫌いと思われているかもしれませんですけど。なんでするんですけども。何してんのよあんた。すいません、もう一回言わせてお願いします。いいですよ。いきますね。頭のネジ一本取れてるんじゃない？いきます、はい、好きな人に嫌いって思われているかもしれませんですけど。知らないんですが、やめてよ。知らないんですけどか。いきますね。好きな人に嫌いと思われているかもしれないんですけど、どうしたらいいですか？給食のデザートをあげてみたり、お箸を舐めてみるとか。あが、あが、あが、もうあが、もうあが、もうあが、あー。頭がどっか行ってるわ。ルナです。祭り大先生、バディさん、撮っていいですか？じゃあ、ルナ、やってみなさい。なんなの、お腹すいたわね。ルナちゃん、ルナちゃん、じゃがりこ食べましょう。それでは、評判が良かったら第2回でお会いいたしましょう。チャンネル登録。